平成27年台風第4号は2015年3月28日に発生した台風。3月としては観測史上最強の勢力にまで成長を続けた。また、3月までに台風が4つ発生するのは1965年以来50年ぶりであった。進路図3月23日にマーシャル諸島近海で形成が始まった熱帯学乱が成長し、 合同台風警報センターは27日に熱帯低気圧番号 04W を与えた。04W は28日3時にマーシャル諸島の北緯7度50分、統計156度10分で台風となり、アジア名名サークと命名された。3月に台風4号が発生したのは1965年以来50年ぶり、3月に2つの台風が、 発生したのは1991年以来24年ぶりであった。アメリカ海洋大気庁による台風のヤップ搭載接近時のレーダー映像。太平洋上を精神した台風は次第に成長して29日にはミクロネシア連邦の中区諸島に襲来。同日にカテゴリー5の勢力になり、その後も西に進みながら成長を続けて31日にはカロリン諸島。 ヤップ島近海のファラウレップ干渉やソロール干渉付近を通過した。同日の日本時間18時に猛烈な台風となり、15時には中心気圧910ヘクトパスカル、中心付近の最大風速55メートルに達したが、その後は次第に勢力を弱めた。精神した台風は1日にフィリピンの監視エリアに達したため、フィリピン大気地球物理天文局はフィリピン名。 チェデンと命名した。台風の接近に伴い、フィリピンでは3日に、ルソン島のカタンデュアネス州と、南、カマリネス州に、シグナル1の暴風警報が最初に発令され、4日、夕方には、イサベラ州、アウロラ州に、シグナル3、ルソン島の広範囲に、シグナル2と、シグナル1の警報が発令。台風は、現地時間5日午前8時ごろ、 イサベラ州東岸に上陸したが、同日15時に北緯18度、東経120度で熱帯低気圧となった。中区諸島では強風に加えて24時間で218ミリの豪雨があり、洪水による被害も発生。4月2日までの集計で9名の死亡が確認されており、最低でも6隻の船が沈没した。また、 多くの島で強風による住宅の倒壊や倒木が発生した。ウルシー干渉では毎時130マイルの強風による高潮で塩害が発生したほか、欧州連合から寄贈されたソーラーパネルが損傷、一部の飲料水タンクの破損も見られた。ファイス島でも風速が毎時100マイルに達した。各政府機関が台風への対応を準備したが、上陸までに 台風の勢力が衰えていたため大きな被害はなく、被災者はイサベラ州とアウロラ州での708家族2761人にとどまった。ありがとうございます。